皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2024年8月の7日水曜日でございます。気温は30度。やっぱり暑いと思いましたよ。はい、昨日は確か26度ぐらいだったと思います。それに比べたらスタジオ内がもわっとするなというのを感じているのではございました。そしてやっぱり昨日は超絶寝不足で本当に申し訳がございません。やっぱり寝不足とちゃんと寝たのとでは僕の元気はつらつさがすんごい違いますよ。そうは思いました。まず声が出しやすいです、比較的。はい、そして頭の中もすっきりしますということですから、寝不足っていうのはそうなんです、生物にとってはただただ良くないことなのでございますよね。ですから皆様、睡眠をよくとること、それを僕はおすすめさせていただきます。でも動物ってなんで眠らなきゃいけないの？そこは不思議ですよね。そうなんです、そうなんです。眠るっていうことは外敵に対してとってもとっても危険な状態になるじゃございませんか。つまり生物としては弱点な時間帯、そういうことになると思います。もしもそうなんですよ、やっぱり寝るっていうことがなくて、はい、危険な動物から、他の動物から身を守る、そういう進化をたどるとしたならば、睡眠っていうものが不必要になる、そういう進化が生物の中であっても不思議はない、そんな気がいたしませんか？どうでございますか、それ。もしかして寝ない生物っていうのもいるのでございます？そこら辺は気になりましたよね。とのことですから、やっぱり寝るっていうことに対してはまだまだいっぱいいっぱい不思議な謎が潜んでいる、そんなような気はいたしました。とのことでして、そんな最初からちょっと難しめな引きこもりスアワーを本日も行ってみましょうか。では行かせていただきますよ。それでは行きます。まずはお便りをいただいてますからね。もうお便り本当に本当にありがとうございます。そしてちょっと声が裏返り気味ですみません。やっぱり緊張感で、はい、なっちゃってるっていうところはございます。はい、そうなんでございますよ。はい、ということでございまして、まずはどなた様からかいただけましたのか、そこを、はい、拝読させていただきたいと思います。じゃん、ペンネーム奏でりんさんよりいただきました。奏でりんさん、ことりんさん、お便りやっぱりありがとうね。もういっぱいいっぱい僕は投げかけちゃってますでございましょうか。すみませんです、本当に。ですのでご無理のない範囲でと、はい、お願いをさせていただきます。でもやっぱりいただけると嬉しいんですけれどもね。それは思いました。はい、そういうことでございまして、ではでは本日のそのお便りがどういった内容か、はい、拝読させていただいてからコメントしていきたいと思います。いきますよ。じゃん、こんばんにちは。今日も配信お疲れ様です。はあ、はい、リンさん、こんばんにちは。今日もお便りありがとうございます。いつもいつも僕は
はい、疑問や質問を投げかけすぎて申し訳のないばかりでございます。そんな中できっとお答えくださっていらっしゃるのかもということを考えますと、ただただ本当に恐縮をいたします。でもやっぱり嬉しいっていうところが言わせていただきますとのとのことでして、はい、引き続き読ませていただきます。じゃん。腎臓に優しい食べ物ですが、調べてみました。腎臓病に良い食べ物には塩分制限、野菜、果物の摂取、適切なタンパク質の摂取が重要です。まず塩分制限は腎臓への負担を軽減し、血液管理にも役立ちます。加工食品や調味料の摂取を控え、減塩食を心がけましょう。野菜、果物はカリウムを多く含み、抗植物繊維の食品であり、老廃物の排出や血圧コントロールに役立ちますとのことです。簡単に書いてますが、減塩はいいとしてもすっごくお金のかかることが書いてますよね。果物とかサラダとか高くて買えないのですよ。ごめんなさい、貧乏症で。なので程よく減塩していく感じで過ごしたいと思います。ビビンバ VS ビビンパですが、こちらも調べてみました。答えはビビンパです。なぜかというと、韓国語にはそもそも濁点から始まる言葉というのは存在しません。それはピビンパは2つの言葉からなっていまして、まずピビンは日本語で混ぜるという意味で、パはご飯の意味です。直訳すると混ぜご飯なのですとのことです。確かに韓国語を習った時にそう覚えました。不思議ですね。人間すぐそういうの習ってないと忘れちゃうんだから、仕方のない人間ですよね。今日はお便りの途中で寝落ちしちゃいました。なのですっごい時間になっていますが、気にしないでくださいませ。リス君は今日ここはしっかり寝れてますように、それは願うばかりです。ではでは、ということでございまして、やっぱり疑問にお答えくださいましたよ。もういっぱいいっぱいお調べくださりありがとうございます。ただはい、リンさんご自身のためになっていらっしゃいましたよね。そこはすごくすごく良かったことかもしれないとは思いましたとのことでして、ちょっと振り返らせていただきます。はい、ちょっと振り返らせて、まずはそうなんです、腎臓に優しい食べ物ですが調べてみましたとのことでして、まず僕、はい、腎臓をはっきり分かっておりませんでして、そこ僕は少しご解説したいと思います。まずはこちら、はい、そうなんですよ。この僕これちょっと人間さんの体のおへそのあたり、これをイラスト化してみました。はい、そうなんです。そしておへそのちょっと下あたりですから、ちょっと僕はい、おへそをちょっと高めに描いちゃったかもしれません。ですのでちょっと下あたりに2つ丸いものが、丸っこい、ちょっとまあまあ楕円ですよね、的なものがありますよね。その2つが腎臓でございます。これが血液の、はい、そうなんでございますよ。これがですね、はい、血液をきれいにするっていう効果がありまして、はい、老廃物を排出するっていう機能を持っているスーパー内臓さんなのでございました。はい、スーパー内臓さんなので、そこをまず、はい、皆様にもご理解いただきたいと思います。そうでございますよね。そしてはい、腎臓病に良い食べ物には塩分制限、
野菜、果物の摂取、適切なタンパク質の摂取が重要です。まず塩分制限は腎臓への負担を軽減し、血液管理にも役立ちます。加工食品や調味料の摂取を控え、減塩食を心がけましょう。ということでして、シンプルに減塩というところを、はい、皆様気をつけましょうというところでございました。そうなんですね、減塩でございますよ。ということはまあそうですね、調味料ってなんか味が濃いですものね。そういうことを考えると、そうした調味料、そして加工食品、これらを控えることには減塩効果があるということでして、腎臓に優しい、そうなんです、腎臓強化というよりは、はい、腎臓にそもそも負担をかけない、これこそが、はい、腎臓さんをいたわるとってもとってもいい優しいことだとは思いました。はい、そうなのでございますね。ということでございまして、そしてはい、そうなんですよ、加工食品や調味料の摂取を控え、減塩食を、ここはお読みしましたね、はい、野菜、果物はカリウムを多く含み、抗植物繊維の食品であり、老廃物の排出や血圧コントロールに役立ちますとのことです。とのことでございますよ、ちょっと読み間違えちゃいましたが、血圧コントロールに役立ちますとのことです。老廃物の排出や、はい、血圧のコントロールに、そうですね、やっぱり野菜、果物はカリウム、ここまた来ましたよ、カリウムというお言葉、このカリウム、これ意外とその僕の中で馴染みがないのですが、皆様はどう思われます？もちろん聞いたことはございますよ。でもカリウムを含む成分、はい、多く含むということに対してあまり意識したことがない、それは僕の中であります。例えばビタミン豊富っていうのは意識したりもいたしますけれども、カリウム豊富っていうのは意識があまりないっていうところございません？どうでございますか？そうですよね、そうですよね、多分ビタミンさんなんかより比べたらカリウムさんはちょっとないがしろにしがち、そんなところあるような気がいたしません？それ僕だけです？そこは気になりました。ですからカリウムっていうもの、これちょっと僕調べたいと思いました。はい、カリウムは何なのかっていうところで、そしてはい、簡単に書いてますが、減塩はいいとしてもすっごくお金がかかることが書いてますよね。果物とかサラダとか高くて買えないですよ、ごめんなさい貧乏症で、ということでございますが、いやいや、すごくわかります。お野菜ってちゃんとその成分のちゃんと必要量、それを考えたらものすごい量になりますよね。お野菜でその成分分の栄養を取るとなりましたならば、それを考えたらお野菜毎日食べるっていうことはすっごいすっごいやっぱりお金がかかるというところすっごい思いますよ。ですので、はい、まずは比較的楽な塩分制限、これをやっぱりすべきかなっていうところにたどり着きますよね。そしてはい、そうなんです。なのでごめんなさい貧乏症で、なので程よく減塩していく感じで過ごしたいと思いますとのことですが、いやいや、ごめんなさいっていうことはございませんよ、すごくわかります、僕なんかは。はい、ですのでそうなんです、お野菜、果物なかなか難しい、ありますよ、これは本当に仕方のないことだと思います。ですからカリウムっていうものを含
むなんか錠剤とかないんですかね。またそういうものに頼るって僕に関して思われるかもしれませんが、そこちょっと思っちゃいました。そこちょっと、まあまあ、でもあの処方されたお薬にそういう効果があるものもあるかもしれませんよね。はい、リンさんが処方された、はい、お薬の中にそういうところもございまして、もしかしたらあるのかもっていうところは思いましたとのことでございますから、腎臓さんを、はい、優しく、腎臓さんに優しく生活するということは減塩を心がける、これが一番手っ取り早くはございませんでしょうかとのことでして、腎臓に関してまたまた勉強になりました。本当に本当にありがとうございます。そういうことでございまして、あとはあとは、はい、ビビンバ VS ビビンバビビンパですが、こちらも調べてみました。答えはピビンパです。なぜかというと、韓国語にはそもそも濁点から始まる言葉というのは存在しません。それにピビンパは2つの言葉からなっていまして、まずピビンは日本語で混ぜるという意味で、パはご飯の意味です。直訳すると混ぜご飯なのですとのことです。ということでして、まさかのピビンパ、これびっくりしましたよね。はい、もうビビンバもビビンパも違っていた、つまりピビンパだったっていうことでございますよ。そして韓国語はバじゃなくて濁点、はい、濁音から始まる言葉がない、これも勉強になりましたよね。そして僕はふと思いました。以前いただきましたビビン冷麺、これあるじゃありませんか、ビビン冷麺。もしかしてこの韓国語のピピンから来てます？ピピンから、だって混ぜるっていう漢字を考えるとなんとなく同じ語源、そんな気がいたしますよね。同じような言葉、はい、ですからビビン冷麺のビビンってもしかしてピビンのことなのかな、みたいなことをちょっと思っちゃいました。そこら辺はやっぱり調べてみようかなって思います。はい、そういうことでございまして、ピビンでございます。ピビンパ、はい、混ぜご飯、はい、パがご飯っていうのも結構これで覚えられましたよね。あー、そうなんだ、韓国ではパってご飯って言うんだっていうことだから、パー食べたいなみたいなことを、はい、口にしている方がいらっしゃいましたら、あ、パってあれだよね、ご飯のことだよね、みたいなことを言えちゃうと思いますよね。そういうことでございまして、ピビンパが正式ということで、皆様これは今回またまた勉強にとってもとってもなりましたと思いますとのことでございまして、そうなんです、はい、あとはあとは、確かに韓国語習った時にそう覚えました。不思議ですね、人間すぐそういうの習ってないと忘れちゃうんだから仕方のない人間ですよねとおっしゃいますが、そんなことございませんからね、仕方がない人間っていうことは、もうリンさんはとってもとってもむしろ、はい、僕なんかが思いますのはもうとっても優れていらっしゃいます。だってこうして僕なんか、はい、僕とってもコミュニケーション苦手なんですよ。でもそういうリスにもお付き合いができる、ですからとっても包容力があって、そしてお言葉も優しい、はい、そして僕みたいな臆病なリスに対して、はい、とっても寛容的であって許しをくださる、そういう方だと思いまして、僕がちょっと失言をしても、はい、受け止めてくださる、そんな素
素敵な方だと思っております。ですからですから仕方ないなんて言っちゃわないでくださいね。はい、それは思いましたよ。そういうことでございまして、はい、僕なんかもっと忘れちゃってますから、はい、ピビンパはなんとか覚えたんじゃないかなとは思いますが、じゃあじゃあ前に言ってたあのナシゴレンシリーズ、これ覚えてるっていう風に言われたら今怪しいですもん。はい、ということでナシゴレン、あと、はい、ナモー、いや、ナモーじゃないですよね。何でしたっけ、あれ、あれ、二文字の、はい、ナモー、違うな、あれ、これを一番に覚えてたのにもう忘れちゃいましたよ。ビビン冷麺、はい、ナシゴレンビビン冷麺、はい、あとは、もうもうやっぱりもうもう改めて、はい、メモ帳を見ます。はい、これは、はい、メモしてありますからね。ということでございまして、僕なんか仕方のないリスですよ。僕こそがそのお言葉使わせていただきますよ。はい、そうは思いました。そういうことでございまして、はい、またまたとっても勉強になりました。そしてそして今日はお便りの途中で寝落ちしちゃいました。なのですごい時間になっていますが、気にしないでくださいませ。リス君は今日ここはしっかり寝れてますように、それを願うばかりです。ではでは、ということでございまして、もうもうお心遣いが嬉しいですよ。はい、それを言わせていただきます。ですが本当にそうなんです、もうもうそうなんです、僕よりもリンさんがでございますよね。リンさんがちゃんとお熱も下がって、はい、腎臓の方が、はい、すこぶる良くなることを僕は願わせていただきます。そういうことでございますから、リンさんって言っちゃいましたよ、もうもう、はい、リンさんと腎臓がもうごっちゃになりまして、はい、今完全にごっちゃになりました。はい、ですからリンさんの腎臓さんが良くなれ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 というように願わせていただきます。はい、塩分を取らないっていうか、まあまあ塩分を控える、これって意外と難しいですよね。だって普通そうじゃございませんか。パスタとかだってきっといっぱいいっぱいなんかそうですよね、なんかしょっぱそうですもんね、パスタとかでさえ。そんな感じがしまして、はい、まあまあ和食なんですかね、はい、中華も塩分ありそうですもんね。そんな感じがいたしまして、でも和食ってなかなか取りづらいっていうところありますよね。そんな感じがいたしまして、なかなか塩分を控えるっていうことが、はい、とってもとっても大変そうというところは思いました、とのとのことでございまして、そうしたリンさんよりいただきましたお便りでございました。はい、とのことでございまして、じゃあじゃあお次のコーナーに行きますか。そうですね、はい、もう行かせていただきたいと思います。じゃあ行きますよ。まずは、はい、お夕飯コーナーでございます。それでは行きます。僕の昨日の夕飯は味噌混ぜうどんでございます。はい、それというのもこちら、じゃじゃーん、はい、そうなんでございます、そうなんでございます。まずそのこの味噌味のものの、はい、それでもうもうたっぷりたっぷり、はい、そのうどんを混ぜ混ぜするっていう味噌混ぜのおうどんでございました。味噌混ぜのおうどんで、やっぱりこれも完全食ということがありまして、栄養バランスがいいんじゃないかなっていうのは思っております。
ですから僕はとっても健康的な体になっているかと思いますよ。でも塩分は多そうですよね。はい、味噌って塩分の塊っていうことございません？なんかそんなイメージもありますけれども、どうなのでございます？味噌、お味噌、はい、そんな感じが、イメージが、そもそも、あ、でもそんなことないんですかね。お味噌ってお豆から作られるっていうことで合ってますよね。お豆から作られるっていうことで合ってます？お味噌って確かそうでありますよね。はい、お豆っていうちょっと漠然としたところをしているっていうところに僕の怪しさは残りますが、はい、お豆ですよね。でも、はい、そういうところでございますから、それにやっぱり、はい、発酵させてるんですよね多分。もうそこら辺も分かりません。もうどんどん怪しくなってきました。その過程で塩分って出るんでございましょうかね。やっぱりお味噌イコールしょっぱい、そんなイメージがありますから、僕の中では塩分がありそう、そういうところを思ったような感じでございます。はい、ですから美味しくは食べましたが、僕も塩分を控えるのならばちょっとそういうのは考えないといけないなとは思います。あー、でもお豆腐生活の時は塩分に関して言えばかなり良かったですよね。はい、ですから何をどうバランスよく食べるか、そういうところがとっても大切なんじゃないかなって思いました。そしてこのお味噌の、はい、味、すっごく抜群でございます。はい、とっても美味しく食べることができて大満足でございました。ただ量がちょっとだけですよ、ちょっとだけ少なかったかなっていうようなところはございます。それでも栄養満点というところでございましょうから、まあまあいっぱい食べずに、そして栄養満点ならば、運動不足の僕には、はい、そうですね、太らずに済む、そういうところもあるかと思いました。とのことでして、とっても美味しく食べることのできたお夕飯でございました。はい、それではあとはお一言お便りに行かせていただきたいと思います。じゃあ行きますよ。じゃん、ペンネーム三ピアさんよりいただきました。三ピアさん、お便り本当にありがとうね。三ピアさんのお便りちょっとストップ気味というところはありますが、過去のものがまだまだありますからね。ということで言わせていただきまして、はい、最近サンピアさんからのご連絡がなくなっちゃっております。ですからちょっと心配なのでございました。はい、ぜひともお元気でしたらご連絡お待ちしておりますということでございまして、じゃあそのお一言拝見したいと思います。じゃん、そうでしたのそうでしたでございます。はい、そうなんです。これは今回とっても難しい、それを言わせていただきます。そうなんです。これは、はい、もう知っている人じゃないと絶対にわからない、そういうものでございます。そういうお言葉で、僕はこれはご先祖様の魂に、はい、お祈りする、そういう期間のことの関係かと思っておりました。そしたら全く違うんですね。はい、そうなんですよ。はい、昔超絶人気がありましたドリホニャーターズ
はい、さんがいらっしゃるじゃございませんか。はい、お笑いの、はい、方で、はい、お笑いの方でですよね。はい、そういう、はい、グループさんがコントで、はい、オチの時に使った BGM がこれということでございます。はい、このお一言がその BGM の曲名でございます。どうでございます？ご存知の方いらっしゃいます？僕は初めて知りましたということでございますから。そうなんですね。はい、これはそれをご存知じゃないとこの言葉が出てこないということがございますよ。でもじゃあちょっと言葉を分解してみましょうか。分解して、まずもうすぐおほにゃ休みがあったりしますよね。はい、もうすぐおほにゃ、これお分かりになられます？はい、ご先祖様の魂のご冥福をお祈りする、そういう期間のおほにゃでございます。はい、それをまず頭につけます。そしてあとはくるくるするっていうような感じでございます。くるくるっていうのは、はい、どういうことでございますか？はい、いろいろまあまあ巡るというよりはもっと狭い範囲で、はい、くるくるする感じでございます。巡るじゃなくて、はい、それです。その、はい、2つをくっつけると今回のお一言が完成となります。ちょっと難しい説明でしたよね。それは僕も思いましたとのことですから、このお一言お分かりになった方はかなりな通算ということを言わせていただきたいとは思います。とのとのことでございまして、どうでございましょうか。僕はこれを受けてやっぱりそのご先祖様のご冥福をお祈りする期間のことの関係っていうところが一番に思い浮かんで、念のために調べてみてよかったなと思いましたよ。はい、念のために調べて、はい、そういうことでございまして、完全なる、はい、その曲名ということでございました。皆さん今日はいっぱいいっぱい知識になりましたよね。そんな感じいたしません？僕はとってもとっても勉強になりましたということでございまして、はい、行かせていただきたいと思います。サンピアさんよりの一言、それでは行きますよ。ではでは、サンピアさんよりの一言どうぞ。ボン回り。